今日は足を止め聞いてくださいまして誠にありがとうございます。本日4時前に衆議院が解散され、12月4日公示、16日投票でいよいよ総選挙が戦われます。今回の解散は野田内閣が国民の皆さんの批判と怒りに追い詰められた結果の解散であります。日本共産党は速やかに衆議院を解散し、国民の審判を仰げと一貫して要求してまいりましたが、そういう党として意義高くこの戦いを戦い抜き、議席倍増、現在衆議院9つの議席で頑張っておりますが、18以上の議席を目指して頑張り抜く決意でございます。ご支援をよろしくお願いいたします。野田首相が解散の条件として衆議院の比例代表の定数削減を持ち出したことについて触れないわけにいきません。衆議院の今の制度の中で比例代表の部分というのは、国民の皆さんの多様な民意を反映する最も民主的な部分です。その唯一の部分を切り捨てるというのは、これで切られるのは政治家ではなくて国民の皆さんの民意だということを私は訴えたいのであります。大体皆さん、一方で民意を無視して消費税の大増税を強行しておきながら、他方で民意を切り捨てる比例定数削減を強行しようなんていうのは、二重に許しがたいことじゃありませんか。そして皆さん、大体自らの身を削ると言いながら、年間320億円もの政党助成金には指一本触れず、ぬくぬくと国民の皆さんの血税をもらい続けるというのはどういうわけか説明つきませんね。日本共産党はこの憲法違反の制度が発足して以来17年間一度も受け取ったことはありません。受け取りを拒否返上し続けてきましたが、今日その額を拒否返上した額を総計してみました。そうしましたら、17年間で350億円以上も拒否返上してきている。皆さん、草の根で国民の皆さんとしっかり結びついて、政党助成金にも企業献金にも頼らずに、自前で立派に財政を支えている政党が日本共産党でございます。政治の特権を正すっていうんだったら、政党助成金こそ撤廃せよ、私はこの党を強く訴えたいと思います。さて皆さん、今度の総選挙、民主党には騙された、でも自民党に戻るのも嫌だ、日本をどうしたらいいのか、これが多くの皆さんの気持ちではないでしょうか。民主党政権は政権交代に皆さんが託した政治を変えてほしいという願いをことごとく裏切り、今や自民党と瓜二つの政党に落ちぶれました。民主党と自民党、違いを探そうと思って顕微鏡で見たってどこにも違いはありません。なぜ民主党政権が無残に失敗したのでしょうか。
なぜ国民の皆さんの多数が反対した消費税大増税を強行し、多数が反対した原発再稼働を強行したかといえば、その根っこには財界中心の政治があるのではないでしょうか。なぜ日本農業と日本経済を壊す TPP を推進し、沖縄が千葉くるみで反対しているオスプレイの配備を強行する、その根っこにはアメリカ言いなりの政治があるのではないでしょうか。アメリカ言いなり、財界中心という2つの外約を特徴とする自民党型政治に縛られたまま、そこから抜け出す立場も意思もなかった。ここに民主党政権の失敗の最大の原因があることは、この3年余りの事実が証明しているのではないでしょうか。それでは皆さん、アメリカ言いなり、財界中心という自民党型政治というのはいつから始まったんでしょうか。ルーツをたどりますと、1952年の日米安保条約発効から始まってます。60年前からそのレールが引かれ、ずっとこのレールを走ってきたのが日本の政治でした。しかしそれから60年経ちまして、この古い政治はいよいよ行き詰まり、耐用年数がもう尽きてしまったのではないですか。その証拠に、この古い政治では経済でも外交でも、今の日本が解決を求められている問題に何一つ答えが出せず、展望を指し示すことができなくなっているじゃありませんか。政治が国民の皆さんに希望や展望を語れなくなったら、そんな政治は退場してもらうしかありません。皆さん、今こそ60年間続いた自民党型政治、アメリカ言いなり、財界中心という2つの外約を断ち切る本物の改革に取り組む時がやってまいりました。日本共産党はそういう立場で、あらゆる分野で改革のビジョンを提案し、実現のために行動してきた政党です。提案し行動すると、日本共産党をどうか大躍進させていただき、日本の明るい未来を開く総選挙にしようではありませんか。さて皆さん、財界中心の政治を断ち切る改革を進めると、どういう展望が開けてくるでしょうか。日本経済と消費税をどうするか、今度の総選挙の大争点です。今国民の皆さんの所得が減り続け、消費が落ち込み、内需が冷え込み、デフレ不況というのがいよいよ深刻になっています。このデフレ不況からどうやって抜け出すしたらいいのか、私はすぐにやるべきことが2つあると思います。その第一は、暮らしも経済も財政も壊す消費税大増税の実施を中止することであります。そのために皆さん、今度の総選挙では公約を裏切って増税法案を強行した民事公増税連合にノーの審判を下そうじゃありませんか。
消費税を 11% に引き上げるという維新の会にも国民の暮らしを託すわけにはいきません。私この場でお約束します。日本共産党は選挙後の国会に消費税増税中止法案を提出し、成立のために全力を挙げます。どうか議席を倍増させていただいて、この仕事を共産党にやらせてください。よろしくお願いいたします。第2話、皆さん、大企業による雇用破壊を政治の責任でやめさせることです。私3日前の衆議院の予算委員会で、今電気情報産業の大企業が行っている13万人もの首切りリストラの問題を取り上げました。 NEC では11回12回にも及ぶ違法な退職強要が行われています。4メートル四方の狭い窓もない通気口を鉄板で塞いだ部屋に閉じ込めて、労働者に何度も何度も退職を強要する。疲れ果てて病気になっても強要をやめません。そんなことが許されていいでしょうか。日本 IBM では、ある日突然宗教地獄の間際に正当な理由も示さず解雇を通告し、そのまま荷物をまとめてすぐ出て行け、明日から会社に来るな、こう言って労働者を締め出すロックアウト解雇という無法なやり方がやられています。皆さん、業績悪化を理由にそうやって首切りやってるわけですが、業績悪化を理由にして人をどんどん切っていく、そんなやり方で産業が強くなりますか。そういうやり方を続けてきた結果が、日本の電気産業、ものづくりの力をなくしてしまったじゃありませんか。人減らしでは日本産業の本当の復活はありえません。大企業に雇用に対する社会的責任を果たさせる、政治の責任でそれをやらせてこそ日本の経済と産業が復活できます。その仕事をどうか共産党にやらせてください。皆さん、日本共産党はこの2月に経済提言を発表しまして、消費税増税に反対するとともに、消費税に頼らない別の道があるということを具体的に提案してまいりました。2つの柱を同時並行で進めることを共産党は提案しています。1つは無駄遣いの一掃と応能負担の原則、負担能力に応じた負担の原則、すなわち所得の少ない方は少ない税金で結構です。お金持ちにはたくさん税金を払っていただきます。そして毎日の食事代など生計費には税金をかけない、これが税金の民主的原則ですね。この原則に立って税制改正を図ろうというのが共産党の提案でございます。この原則に立ったら、まず富裕層と大企業に応分の負担を求めるというのが共産党の主張でございます。そしてもう一つ、国民の皆さんの所得を増やす経済改革を実行してまいります。今大企業には溜め込み金、内部留保が260兆円もある。
使い道がなくて困るくらいお金が貯まってんです。だったらそのお金を社会に還元させようじゃないか。働く人の賃金を上げる、非正規で働いている方を正社員にする、中小企業の皆さんへの下請け単価を適正にする、そうやって社会に還元して働く人の所得を上げて内需を活発にして日本経済を健全な成長の軌道に乗せようじゃないかというのが共産党の提案でございます。皆さん、この2つを同時並行で実行しますと、一方で歳入も入ってくる、経済が成長すればそこでも税の自然増収が入ってくる、そのことによって消費税に頼らなくても社会保障を良くし、経済を良くし、財政を良くする道が開かれてまいります。皆さん、この責任ある対案を示している日本共産党、どうか躍進させていただいて共産党の経済提言を実行させていただきたい。力をお与えください。よろしくお願いいたします。原発とエネルギーをどうするかも総選挙の大争点であります。政府もとうとう国民の過半数が原発ゼロを望んでいると認めざるを得なくなりました。しかし民主党も自民党も公明党も口では原発ゼロとか脱原発依存などと言いながらやってることはどうですか。大飯原発を再稼働する、青森県の大間原発の建設を再開する、使用済み核燃料の再処理は進める、原発を輸出する政策をあくまで続ける、結局原発推進政策を続けているのが実態じゃありませんか。国民の皆さんの安全よりも財界の儲けを優先する勢力に国民の命を託すわけにはまいりません。日本共産党はこの9月に即時原発ゼロ提言というのを発表いたしました。これを出した理由は4つありましてね。第1に、あの福島の原発事故から1年8ヶ月が経ちますが、なお16万人の方々が先の見えない避難生活を強いられ、そして事故の被害は広がり続けております。もう二度とあのような原発事故を起こしてはなりません。その最大の保障は全ての原発を直ちになくすことではないでしょうか。第二に、皆さん、原発の稼働を続ける限り核のゴミというのが出てまいります。ところが困ったもので、人類は使用済み核燃料、核のゴミを処理する技術を持っていません。持つ見通しすらないんです。この核のゴミ、仮に原発を動かすとしますと、平均であと6年経ちますと各原発のプールからゴミが溢れ出ちゃうんです。皆さん、核のゴミを出さない方法はただ一つ、原発をなくすことではないでしょうか。そして第三に、皆さん、原発の再稼働、やってはならないしやれないことがはっきりしてきたじゃありませんか。大飯原発の直下に活断層がある、評判の悪い原子力規制委員会も否定できなくなったじゃありませんか。再稼働ができないんだったら
原発は止めたまま廃炉に向かうのが一番じゃありませんか。そして第4に政府が行ったパブリックコメント意見公募でも8割の国民の皆さんが即時原発ゼロを望んでらっしゃる、そういう事態を踏まえまして、共産党は全ての原発から直ちに撤退する政治決断を行い、即時原発ゼロを実現しよう、このことを訴えてこの総選挙を戦いたいと思います。皆さん、即時原発ゼロ、これ可能なのかという疑問もあるかもしれませんが、これできますよ。原発を進める勢力は電力が足らなくなると散々脅しましたが、この猛暑の夏、原発再稼働をやらなくても乗り切れたということは関西電力自身が認めたじゃありませんか。原発推進の勢力は再生エネルギーになるとコストが高くなるというけども、これも嘘ですよ。再生エネルギーというのは本格的に取り組みますとどんどんコスト下がります。例えば風力は2020年には火力よりもコストは低くなるんです。コストという点で言いましたら、原発こそ最悪の高コストではないですか。そして皆さん、原発推進勢力は原発なくすと経済が衰退すると言いますけれども、これも真っ赤な嘘です。日本の再生可能エネルギー、素晴らしい可能性があります。太陽光、風力、地熱、小水力、バイオマス、全部合わせますとその潜在量は原発の総発電量の40倍もあります。そして雇用効果は原発の13倍もあります。再生可能エネルギーというのは地域に小さな発電所をたくさん作ることになりますから、地域の中小企業を元気にし町おこしを進め、地域から持続可能な日本経済の成長をもたらすのが再生可能エネルギーだということを私は訴えたいと思います。皆さん、原発マネ、財界マネ、微体一文受け取らない日本共産党を伸ばしていただいて、原発ゼロの日本、ご一緒に作ろうじゃありませんか。よろしくお願いいたします。さて皆さん、もう一つの大きな問題、アメリカ言いなりの政治を断ち切るとどんな展望が開けるのか。今年は日米安保条約発効60年の年です。こんなアメリカ言いなりでいいのかの声がたくさん吹き出しております。 TPP をどうするのか、これも総選挙の大争点です。野田首相は国会の所信表明演説で TPP 参加にあたっては守るべきものを守ると言いました。そこで私は代表質問で、守るべきものを守るというが具体的に何を守るのかはっきり答弁してほしい、こう聞いたんですが、答弁ははっきりしません。守るべきものを守ります、それじゃ繰り返しですね。しかしその中で首相がかろうじて言ったのは、美しい農村と世界に誇る医療制度は守りますと言ったんです。しかし皆さん、それを破壊するのが TPP じゃありませんか。TPP というのは例外なき関税撤廃を原則にしています。これに参加すれば日本農業は壊滅的打撃を受けることは火を見るよりも明らかです。 TPP は非関税障壁の撤廃、関税以外の
貿易の邪魔になる、アメリカから見て邪魔になるものは全部なくすことも原則にしています。これがやられますと国民皆保険制度が壊され、雇用が壊され、食の安全が危険にさらされ、日本を丸ごとアメリカに売り渡すことになります。 TPP に参加して守るべきものは守るなんてことは絶対にありえないということを私ははっきり言っておきたいと思います。皆さん、私昨日 JA 全中の皆さんが主催した TPP 反対の決起大会に参加いたしました。その場でいよいよ総選挙だ、 TPP 賛成の政党議員には総退場してもらおうじゃないかと訴えしましたところ、割れるばかりの拍手をいただいたということをご報告しておきたいと思います。日本共産党を躍進させて TPP はストップし、日本の食料主権、経済主権、食の安全、美しい農村守り抜こうじゃありませんか。こんな米軍基地国家を続けていいのかも総選挙の大争点です。私9月9日沖縄の10万人の県民大会に参加してまいりました。オスプレイ配備反対で超党派で10万人もの県民が集った素晴らしい集いになりました。そのシンボルカラーは赤なんですよ。いいですね、赤です。ですから私も帽子から手ぬぐいからシャツから真っ赤っかになって参加してまいりました。歴史が動いたな。オスプレイ配備反対、普天間基地閉鎖撤去で沖縄が一つになったと感動いたしました。ところが皆さん、その直後に日米両政府はこんな県民大会などなかったかのようにオスプレイ配備を強行した。その上、米兵による女性の集団暴行事件が起こりました。私はオバマ米国大統領に緊急の書簡を送り、アメリカ大使館に伺ってルーク公使とも会談し、強い抗議の意思を伝えるとともにこのように訴えました。沖縄の怒りは限界点をはるかに超えました。ここはアメリカとしても大きな政治的決断が必要です。アメリカは望まれないところには基地を置かないのを原則にしているでしょう。そうだというのならば、在日米軍基地の全面撤去こそ必要ではないか。このことをアメリカに対して要求してまいりました。皆さん、言葉は日本国民全体の問題であります。米軍は日本全土に7つの低空飛行訓練ルートを設定し、訓練を開始しようとしております。その訓練の拠点、岩国、キャンプ富士、厚木、横田、三沢、これをオスプレイの訓練拠点にしようと言っているんです。この人口密集地の首都圏でもオスプレイを飛ばそうって言うんですよ。皆さん、断じている先に行かないじゃありませんか。日本共産党は今度の総選挙でオスプレイ配備は撤回せよ、在日米軍基地は全面撤去せよ、そして諸悪の根源にある日米安保条約はもうやめて、その代わりに日米友好条約を結ぼうじゃないかということを訴えて頑張り抜きたいと思います。
安保をなくし、憲法9条が輝く平和日本をご一緒に作ろうではありませんか。皆さん、今度の選挙では間際になって新しい政党がうじゃうじゃとできてますね。数えてみたら15もあるそうです。今日の東京新聞では有権者置き去りの2号衆参、国民そっちのけの選挙目当ての動きだという批判をしておりました。皆さん、そういう状況の中で日本共産党に対して筋を通す党だという新しい注目が集まってきております。共産党が筋を通すのは昨日今日のことじゃないんです。90年の歴史の裏付けがあるということを私は訴えたいのであります。共産党は党を作って今年で90年になりますが、戦前天皇絶対の暗黒政治と侵略戦争が国民を苦しめていたその最中で、命がけで主権在民と反戦平和の旗を掲げ続けた唯一の政党が日本共産党であります。谷公選の作家で今も読み継がれている小林武二をはじめ、私たちの先輩が弾圧で命を落としましたが、共産党の主張こそ歴史の台頭に立ったものであったということは、その主張が戦後の日本国憲法の恒久平和と主権在民の原則に実ったことで、歴史が判定を下したではありませんか。戦後も日本共産党は崩壊したソ連、中国毛沢東派が共産党に対して言いなりの政党になれと無法な干渉を加えてきたときに、断固としてそれを跳ね返し、社会主義を看板にした覇権主義、社会主義を看板に自由と民主主義を抑圧する、こういうやり方に対して一番厳しく反対を貫いてきた自主独立の政党が日本共産党であります。そして皆さん、もう一つ、今の自民党型政治のレールが引かれたのは60年前だと申しましたが、この60年前から、その最初の時から自民党型政治と正面から対決し、国民が主人公の新しい日本を作るためにぶれずに国民の皆さんの利益を守ってひたすらに頑張ってきたのが日本共産党であります。皆さん、日本共産党は1世紀近い歴史によって試された政党です。昨日今日できた政党とは違います。昨日今日できたような政党では、皆さんがせっかく支持しようと思っても総選挙の後どこに行っちゃうか分かりませんよ。その点では共産党安心です。日本共産党こそ21世紀の未来を安心して託せる政党だということを、私は心から訴えたいと思います。皆さん、今度の総選挙、日本の命運のかかった大事な戦いになってまいりました。古い政治、60年続いた自民党型政治はもう退場してもらおうじゃありませんか。それに代わって国民が主人公の新しい政治を起こす民主連合政府を作る第一歩の躍進をこの選挙で勝ち取らせていただきたい。この都の議席を18以上に増やして、とりわけこの首都東京では今1議席ですが、2議席3議席へと大きな躍進を必ず首都東京から勝ち取らせていただきたい。そのことを最後に訴えまして、私の解散にあたっての訴えとさせていただきます。ありがとうございました。
頑張ります。